はいどうも皆さんこんにちは、よつきチャンネルうぷぬしのぴよたです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。前回エクストラエリアの14が、終わりましたので、次に進んでいこうというところなんですけれども、探したところねですが、EXが、もう見当たりませんでした。はい、こういう感じでね目視で見ていったので、いや万が一見落としがあるかもしれませんが、一応2周くらい見回したところ、見落としがないことを仮定するともうなかったということになりますので、新たにねこちらの PH エリアにね挑んでいきたいと思います。はい、PH ねPH1 って相当な酸性ですよ。まあそういうのは放っておいて、こちらのところなんですけれども、まあどのタイミングでやったかはわからないんですけれども、星の王道の道中はクリアしておりますので、粛清が落ちた知恵を今回は挑んでいきたいと思います。ちなみに粛清というのはですね、軽く調べてみました。調べた結果、占星術における一人一人の運命や根源的性質を司る星ということになっております。はい、まあそのね、それを司る星が落ちた地へ行こうっていうことなので、まあ運命的な何かを感じるっていう意味なのかな。相変わらず語彙がすごいですね。で、こちら敵が闇が8となっておりますので、こちらはこんな感じ。まあ光属性パーティーの無難な感じかな。むしろちょっとアタッカー型な感じしますけれども、まあまあまあなんとかなるでしょう。レベル120のくせに怖っ。さあとりあえず挑んでみましょう。星の王道粛清が落ちた地へ、難易度ルナティックスタートです。さあどういうキャラクターが出てくるか、東方キャラクター、ボスキャラクター、何が出てくるか疑問ですね。さあ何が出てくる。はい、バフォメットさん。嘘でしょ、8のうち4、バフォメット ×4 が出てきたんだけど。いやこのステージやって今回終わろうと思ってたんですけれども、弱い敵の能力見る必要もないレベルに弱い。マジですか、どうしよう。いやまあたまにはね、普段長い動画ばっかり上げてますから、たまには短い動画を上げてもいいと自分に言い聞かせていくしかないですね、これは。いやわからない、もしかしたらウェーブ2から本気出してくるかもしれない。本気出してきてくれるといいな。後ろからバフォメットがまた追加できたらね、あーダメだこれはってなりますけれども、さあまあとりあえずやっていきましょう。バフをマークと、この場合は翔ちゃんかな。そうですね、配置変更しておきましょうか。先代の巫女様先にデバフ打つ云々の前に動くようにしましょうか。いやーでもあんまり意味ないですね、結局全体攻撃じゃなくて貫通攻撃で敵残る感じで、むしろ巫女様にバフを入れておきたい感じなので、まあ結局のところ関係は大きくないですか。じゃあ交代していきましょう。攻防上昇からの攻防一戦で、速度を上げていきます。まあ油断はしないでおきましょう。120ステージなので油断するとあっさり死にます。なので油断はせずレディアントと攻防一戦と、速度上昇、属性エンハンスはどうしましょうか。まあ打っておきましょうか。次のね巫女様の火力を上げてボス枠が出てきた時に一撃でね仕留められるようにしておきましょう。この場合は炸裂攻撃の方でいいでしょう。 HP をわざわざ減らすのは得策ではないと判断。さあ出てきました。まあ強いのはアンホーリーテラーかな。はい、まあ10万800とかいうね HP だけは凄まじい
レベルになっておりますが、そうですね、こう TP2 技が威力450、単体攻撃 SP50 減少、そして全体の攻撃 25% 上昇の、受けるダメージを 200%、まあ、2倍にしてくるっていうものです。このチェックメイトと攻撃される相手がね、必ずしも一致するわけではないというのが、まあ、ある意味大きなポイントではないでしょうか。あとは雑魚です。気にしないでおきましょう。まあちょっとね、ヘルソーさん、こちらのねヘルソーディアンだけは雑魚敵の中でもめんどくさい部類の敵ですが、この CT ブースト 75% をもろともしない状況で来るのであればなんとでもなるさというね。さあヘルソーさん倒しました。ブラックドラゴン地味に428で耐えますね。速度上昇、攻撃上昇、誰にかけましょうか。巫女様はいい感じに上がってますので、この場合はまあ翔ちゃんかな。行動回数が多いのと考えると翔ちゃんの方がいい気がする。 SP 回復は別に誰にかけてもいいんですけれどもね、翔ちゃんが見た目でよく減ってる気がしたので翔ちゃんに行きましょう。ダジャレじゃないよ。さあ攻撃も下がっていくようにしてチャージ、ついでにエンハンスは入ってる。カムイで一撃でどれぐらい、15万。余裕、話にならないですね。ははははは、怒られそう。さあということで、なんて読むのこれ、見たことない漢字使ってる、予想すらできない。何これ、ちょっと文字が細かすぎてそもそも文字が見えない、やばー。調べます、後で、来週にはね調べておきます。他に何に使ってるところを見たことあるんだろう、こういう感じ。どう検索しよう、まあ手書きで検索するしかないですよね、こういう場合は。はい、ということで久しぶりにねパパパーっと終わった気がします。まあ前回のねコスズちゃん型 ボム戦法もまあなかなか素早く終わりましたけれども、今回は今回で敵が弱かったということの速さが出てますね。前回はこう一撃に全てをかけたゆえの素早さでしたけれども、まあ勝てたしっか。ついでにねこっちの方はまだ残ってますね。深淵なる幻想へ、かっこいい名前とちょっと闇が深そうで怖いですね。レベル120ですからね、油断が本当にできない。ただの雑魚敵がただの雑魚敵じゃなくなりますからね。ね、まああれですよ、雑魚敵って言ってもまあ所定のところの第一面に出てきたボスよりも強い雑魚敵みたいなレベルできますから、はい、そんな感じです。例えがわからなかったらごめんなさい。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。意味調べておきます。皆さんもね気になったら調べてみてはどうでしょうか。それではじゃあね。